お招きしてますが、もう一回、初めからやってください。はい、東京東銀座の IG フォトギャラリーからお送りしてます。今日は展覧会開催中の石倉真由さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。石倉真由です。はい、まずどんな展示かということから始めたいんですけど、とりあえず今これちゃんとライブ配信されているかどうかも今一つこうはっきりしてないんですけど、どうなんですかね今状況的に。ちょっと今ネットで見て、あ、ライブしてる。あ、大丈夫。してます、大丈夫です。よかった。よかった。じゃあちょっとこれみんなに教えないとたどり着けないような気がするんで、ちょっとコピーして Facebook とかに上げときますよ。ちょっと皆さんお待ちくださいね、これ。シェア、シェア、フィードシェアでシェアとか。大丈夫です。ライブ中です。はい。はい、まあ、帰ってこの方がいいかもしれない。はい、Facebook にシェアしてみました。それでですね、今どんな展示をやってるかっていうのをお見せしたいんですけど、モノクロプリントでちょっと反射してたりもしてしまうので少し見づらい、会長写真だと見づらいかなと思うんで、写真のデータをお預かりしているのでそれをちょっとご覧いただければと思います。はい、こんな感じの作品。渋い。最初にこれ来た。これ順番、順番。あなたが入れた順番なんです。びっくりした。最初にこれ来た。はい。寄り道っていう、酒場の名前なんですけど、タイトルが。うん、そこで全て撮ってまして、で、撮影期間は、まあ、撮影ずっと10年ぐらい通ってるうちにはしてるんですけど、今回展示物としては2019年から、今月頭ぐらいまでの撮影ですね。うん、なるほど。でこれいろんなカメラっていうかデジタルカメラで撮影されてるんですよね。そうですね、はい、デジカメで、レンズをつけて普通に撮ってるものと、あとはレンズを撮って、ボディキャップに穴を開けて、ピンホール状態にしてるものと混ぜて、出力しています。でピントがやっぱり合わない状態にさせるのがピンホールで撮った意味で、その曖昧さっていうのが自分の想像力をかなりかきたてるような描写が多かったので、それは今回の展示の中に酔う場所でもあったり、そこでまた集まってくる人たちとの関係性で、自分がかなりそこを居場所にできるっていうのが、このお店のすごく私の中で重要な部分で、やっぱり人とその場っていうのを共有する時間で、その時間をやっぱりずっと撮ってたもので、今回の寄り道っていう酒場で改めて自分の作品として撮りたいなっていうのが、きっかけなんですけども、それを一番想起させたのはやっぱりここのお客さんでいろんな人が出会って亡くなっていく人も多くて、で特に仲良かったお客さんでちょうど1年前亡くなった人もいたので、その人をやっぱり考えてたらこの場を取っておきたいなっていう、その記録をする、必然性みたいなここにあるんじゃないかなっていうのを今感じて、それで今回の展示をこの寄り道の写真にさせていただいたという感じです。なんかまず最初に石倉さんからとある酒場の写真があるというお話を伺って、まあ、その時にどんな酒を展示する時のイメージとはまた全然違って、まあ、お酒を飲む場所っていう意味もあるのかもしれないけど、それ以上にそのまあお酒を飲んでる酩酊感とか、どこかこう迷宮に入り込んだような、それがまあお酒を飲むという場所なのか、それともお酒を飲んだ精神世界なのか、
まあ、その境界線みたいなのが曖昧になっていくような感覚の作品だなと思って、で、まあ、現実にお店があるっていうことなんで、展示を設営した後に連れて行っていただいたんですけど、そしたらまたやっぱり全然違う、まあ、現実の、でもまあすごく味のある古い、ね、歴史のあるお店だなっていうことが分かったんですけど、まあ、これ誰でも気になると思いますけど、そもそもなんでこのお店に行くことになった、いや通うようになったんですか？結構古い風情の酒場とか、あと建築物とか宿とかすごく好きなので、うん、一人旅とか行く先もそういう宿を探したり、そこの土地の大衆酒場をやっぱり一人の時間を楽しむために、行くのが、まあ、好きなんですね、はい、で写真を撮るために旅をして、でそこで自分のちょっと緩やかな時間を過ごすための酒場なんですけども、それを近所にもやっぱりいい酒場がいっぱいありまして、でそういういろんないいお店の中の一つではあったんですけど、やっぱ波長があると思うんですね、その自分と会うっていうのがあって、でやっぱりお店の風情ももちろん素晴らしくて、古くてたまにちょっと雑多な感じの、よくわからないお土産物みたいなのが飾られてたり、なんかありましたね、一番最初の最初のとかこれね、あとは、よく見るとお面とかね結構多いんですよね、そういろんなものを飾ってあって、なんかなぜかモナリザとか、これもお面ですよね、ね、そうあったりするっていう、仏像の、ね、お面とかもあったり、だからガラガラでも一人で行っても、多分寂しくないんですよね、こういうところって。なるほど、うん、そのなんか得体の知れない者たち、来歴のわからない出所不明の、それぞれの者たちがどうしてここにあるのかっていうこと自体がミステリーだし、それを考えてるだけで、もういっぱいいっちゃう。いっぱいいっちゃうっていう。なるほど、なるほど。喋んなくてもね。そういうなんか、いるだけで、なんかこう、楽しさが、楽しいというか、そうやって自分の中で、こう、妄想する時間というのを、こう費やす場所としては最高の場所で、で、それがまた近所だったので、頻繁に通ってて、で写真を撮るっていうことは、そういう最初の方はお客さんのなんか笑顔を撮ったりとか、関係的にはそんなに深くなくてもちょっと撮らせてくださいとか言って写真あげたらまた楽しくなっちゃったりとかね、写真家ですね、コミュニケーションの手段としてたまにやって、たまにでコミュニケーションを撮ることはあまりそこまで好きじゃなかったけど、やっぱりそこにいるっていうその時間が大事になってきたので、はい、それでやっぱりお客さんともつながりたいなっていう、だんだん人間に近くなってきた、人はあんまり拒絶してた人間なんですけど、だってあんまり石倉さんの作品に正面から人間撮った写真ってない、今でもないですけど、ね、はい、うん、じゃあ作品意識としてはちょっと、まあ作品にしたいって気持ちもあったんですかね、多少は、いつかはっていう感じで、ね、はい、ただやっぱり今ここにいる時間がすごく尊いことだっていう認識はずっとあって、そこに写真がやっぱり入り込んでくるのは必然的なことなんで、なるほど、それはね、撮っておきたいなっていう、結局20年ぐらい通ってんですか？いや、14、15年、14、5年、ね、そうか、ちょうど震災の年だったのを覚えてて、はい、あ、そうか、だから私が初めて行った頃は震災の年の10月とか11月で、なるほど、そこからやっぱり震災の時みんな何してたっていう
話で初対面の人が盛り上がるみたいな、うん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 、共通のね経験としてね、うん、まあ、じゃあ13年ということですもんね、うん、そうなるとね、まあそこからじゃあ作品にしようってそれそこでなんかこう人がねなんかこうだんだんこうなくなったりとかで、まあ場所があってそこに入ってくる人がいて出てくる人がいるっていう、うん、まあそういう必然があると思うんですけど、まあ、そういうもののなこう移り変わりみたいなものの中でこの場所を、まあ、自分なりの表現として捉えたいと。それまで動物園ばっかりとか、はい、あの博物館の中に展示されてる生物とか、はい、撮ってたんですね。なるほど。それちょっと見てもらった方がいいですかね。やっぱりその流れもあると思うんですよね。志倉さんのプレゼンテーションもちゃんといただいたんで。そっちか。これ、あ、こっちじゃない方がいい？いいですよ。いいです。展示。展示の。そうそう、何年かな、2004年ぐらいから。でも写真の方がいいのかな、じゃあ。どの辺のがいいですか。作品、2019年、20年。うん、いやもっと前でいいです。あの、うん、展示風景でいいですよ。展示風景。うん、これ？うんうん。これだ。あ、確かに檻が。そうですね。なんか囲われたところで、うん、あの幽閉された生命体みたいな。ああ、なるほど。まあ架空のアジトみたいな感じで、うんうん、あの自分がいろんなところで撮りためた、うん、なんか一つの、雰囲気の、はい、なんか共通するものを作ってたんですけど、うん、これはやっぱり動物も、生きてる動物も死んでる生命体も、うん、同じ線の中にこう、うん、あるっていう感覚がずっとあって、うん、その死生観みたいなのをやっぱり写真でどうやって見せようかっていうのをずっと考えてたんですね、うん、だからあのもちろんホルマリン漬けとかも死んでますからね、はい、うん、あれと生きてる動物もあの一つの個展会場に並べて、うん、その一つの生命体が持つ固有の時間軸みたいなのが、うん、自分の中で、一つなんかこう全部こう共通して、うん、なんかあるんじゃないかなと、うん、人間もそうですし、ね、それで撮ってたものなんです。それ生きて死ぬっていうのに、うん、そういう、まあ、生きてる間の時間というのにとどまらない、うんうん、なんか時間がうんうん、をそれぞれ持ってる、うん、超えるようなものを持ってるんじゃないかなと、うん、その固有の時間と私との接点みたいので写真を使ってたような気がします、うん、なるほど。その固有の時間って例えばどういう、例えばっていうとは難しいですけど、うん、なんかまあ普通の人間の感覚で言うと生まれて始まって死んで終わるんですけど、うんうんうん、幽霊とか、あるいはまだ生まれてない、存在してないけど未来に出てくるとか、そういう四次元的な発想もありますけど、うん、もちろん。なんか霊的なものとか、物理的なものとか、なんでしょう。この時は別に、ね、はい、そういう読みの世界的なものを考えてなくて、はい、現世で生きる苦行を考えてた。苦行。まあ、動物で考えると人間よりだいたい短い時間生きてる。で、その人間は個体識別今一つできないから、入れ替わってるんだけど同じ種みたいに見ちゃってるけど、本当は固有の時間を生きてるっていう、そういう感覚ですかね。そうですね。あ、なるほど。じゃあその瞬間を捉えて写真にする。そうですね。うんうんうん。そういうことって子供の頃から考えてたんですか？子供の頃からは考えてなかったかもしれないです、はい、あのやっぱ親戚とかのお葬式を体験するにあたって、あの
自分の生きる起源っていつなんだろうっていうのを考え始めたのは、うん、まあ、小学生の高学年ぐらいからなんですけど、そう、子供じゃないですか、まだ。そんな深くない。あ、本当に。いや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 。なんとなくこう、決まってるのかな、みたいな。そこら辺から、やっぱり、自分の生きてる間って何をしたらいいんだろうっていうのは、そうか、うん。そこがまあ、アイデンティティを、やっぱり、構築する一つの線になってはいるかもしれないですね。うん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 、今思っただけです。今思った。それが大事です。なんかそのプレゼンテーション資料をいただいて、なんかそれがすごい面白かったんですけど、これ。なんか最初に、その12歳の頃までに影響を受けたものっていうのはね、今ちょうどその小学校5学年って話出ましたけど、なんかジョアン・ミロとかイブ・タンギーとか、すごい渋いっていうか、そうなんですよ、ね、教養のある小学生っていう、まあお母さんが洋画家っていうことで伺ってますけど、ね、影響があるんですか？影響があったと思います。うん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 、と絵を見るってことを習慣化してくれたのは母なので、はい、うんうん、週末は自分の知り合いの個展とかに連れてかれたり。うんうん、公募展も母出品してたので、はい、そこの会場に行くと母の絵以外もいっぱい飾られてるので、うんうんうん、先生方の作品を見て、うん、眉どう思うっていう問いをかけてくれたりして、うんうん、それを聞いてくれるのが母の、はい、素晴らしいですね、役割で素晴らしかったです。今思うと、うんうん、それで考えるなんか一つの、うんうんうん、ベースができてるので、うん、だからすごく制作する人が目の前にいるのも贅沢なんですけど、うん、はい、その表現する意味っていうのはいちいち考えないで、うん、みんな普通に、うん、絵画とか何か作ってるんだろうなっていうのは、うん、はいはいはい、でその中で画集とかもいっぱい家にありましたし、うんうんうん、本とかも見てたので、うん、で暇な時に見てみたら、シュールレアリズムっていうのはやっぱり子供心に一番響いたんですね、はい、現実とその超現実の、うん、やっぱり転換っていうのはかなりこうセンセーショナルで、はい、でよくうちの家族旅行で伊豆に行ってたんですけど、うんうんうん、伊豆に池田20世紀美術館っていうのがあって、うん、そこの常設展で、うん、その、まあ、シュールレアリズム時代のものとかを中心に飾ってたんですよ。うん、いつも見る絵が、うん、あ、またミロがあった。はいはいはい、ダリダリの大きいキリンがあった。うん、はい、あと、マチスとか、うん、そういうのを、いつもの絵っていう感覚で、うん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 、旅に行くたびにそこに行ってたのもすごく記憶に残ってますし、うんうんうん、で自分の好きな絵っていうのがどういうものかっていうのを、うん、自分で気づき始めた頃が小学校のやっぱり低学年ですね、1、2年とかだと思います。それでミロとかが一番好きで最初、うん、この絵がまさにその池田二十世紀美術館に飾られてる収蔵作品なんですけども、はい、この絵がね、なんかビビッときて、色彩の、派手なんだけど明るくない感じっていうのに、自分の中でなんか、こう違和感と興味を持ったんですよね。と形の明快さ。うんうんうん、それでミロの画集とか買ってもらって、うん、小学校に持ってって、うん、みんなで共有できるかなと思って、はい、自慢しようと思ったら、はい、全然会話にならないので、そうでしょうね、すごい孤立はしてましたけどね、うん、そういう小学校時代だったので、なるほど、自分の好きなものに没頭することがやっぱり幸せだっていうのは、うん、身につけてしまいましたね。ミロはまあなんかちょっとまあその
暗さもあるけど、明快さと、あとちょっとこう、楽しい雰囲気あると思うんですけど、うん、イプタンギーはかなり大人な感じですよね。うん、なんか、まあ大体みんなシュルレアリスムっていうとダリが好きで、うん、あれもまあ明快さがあるからだと思いますけど、うん、イプタンギーはどこにビビッときたんですか？海の光景が多くあると思うんですけど、うんうんうん、本当に世界から何もなくなったのを想像させるのがタンギーだったんです、うんうん、でそれも自分の想像力の本当に手助けになったのが、うんうん、あのタンギー の光と影がやっぱりセンセーションでした、うんうん、影ですね、うん、あの物があるには必ずこう影を描くんですよ、この人って。それがね、存在をこう思わすし、あとちょっと現実っぽい、結構あのリアルな描写と抽象の間っていうのが面白くてしょうがなかったんですけど、うちの母の絵もやっぱりそういう具象と抽象の、愛の子というかね、うんうんうん、両方取り入れるっていうあの世界観の絵を描いてたので、うん、この短期から来るインスピレーションが私のやっぱり生活の中で見てる絵にも通じるものがあって、うん、何か表現するとしたらなんかこういうのいいなっていうの憧れの中の一つでしたね。そうかそうか。なんかその具体的なもの、精密な描写とそれがこう、うん、抽象的なものっていうものが同じ画面の中で入り混じってるような、うんうん、そうです、そういう感覚、それはでも石倉さんの作品の中にもすごくありますよね。あ、そうですか。なるほど。で、トイカメラ。そう、あのおもちゃとしてもらったカメラがあって、うん、これを私は絵描くのがすごく嫌いで苦手で、うん、そうなんですか。描いても本当に下手なのも自分で自覚してて、はい、あんまり描きたいって欲求もなかったんですね。ただ何かやりたいっていうのはあったんで、うんうん、なんかないかなっていうのは、まあ、探してたのか分かんないけど、それでおもちゃとして手に入れたこのカメラが、うんうん、ちゃんとしたカメラじゃないから、うんうん、ちゃんとした写真撮んなくていいんじゃないかっていうラフな感じで、本当にノーファインダーで適当に葉っぱとか、うん、土とか空とかを手を振り回しながら撮ってたんですね。で、すごい。それを現像してもらった時に、うんうん、すごくこう稲妻が走りました。これだと。そうか、映ってないっていうことが逆に面白いわけですよね。現実にカメラ向けてるけど、これだと本当に荒いし、はっきり映ってないし、しかも振り回したりしてればブレちゃうし、うん、ブレがやっぱり現実がこうなのに、うん、同じものが映らないっていう面白さが自分の中での絵画性だったんですね。なるほどなるほど。それはこれ今認識しちゃったっていう瞬間なんか覚えてます。小学校の3年ぐらいだったかな。早熟。まあだから普通の人逆ですよね。普通の人は現実を見てそれを正確に写し取りたいから写真術っていうものを学んだりカメラを手にするわけですけど、石倉さんの場合はその現実と違うから面白いっていうところから始まってるんですね。それ面白いですね。なんか本当これポケットカートリッジカメラって書いてありますけど、いわゆるポケットカメラに使うカートリッジフィルムをくっつけただけでプラスチックレンズついてるだけの適当なカメラですよね。僕も持ってますけど、撮ったことありますけど全然映んなくて、なんかその全然映んないっていうことががっかりじゃなくて、むしろそこに面白さがあるっていう発見なんですね。すごい面白い。でこれお母さん、うちの母の絵が2014年ですね。これはボイトからまだ最近の方ですけど、ずっと白布シリーズって言って、ね、はい、白い布が画面をぐちゃぐちゃっとあるような、ぐちゃって言うと多分怒られるんですけどふわっとたゆたうようなっていう単語が多分
喜ぶんだと思うんですけど。これむちゃくちゃ具象画っていうか、もう写真みたいに見えますよね、画像で見るとね。やっぱり写真をこれベースにベースにしてると思うんですね。部分的にですけど、ただその部分的な具象と、うんうん、の空間の要素、うんうん、そこのグラフィカルな部分のこの重なりが、うん、私はかっこいいなっていうのがあって、この絵はすごい好きでしたね。うんうんうん、でずっとこういうあの抽象との狭間の複数のレイヤーを使った、うん、あの絵を境界線っていうのをすごく意識してると思うんですけども、うん、そういう作品を作り続けてるんで、あの今でもあの大きい絵を3メーター近くある、ね、これも2023年、うん、そうですね、去年ですね、うん、作ってると。そういうお母さんが母に承諾を得ないで、得ないでしてます。はい。で、であの石倉さんの作家活動ですけど、まあこれも定番質問ですけど、まあ写真を小学生の頃に面白さ気づいたとして、写真で作品作るんだっていうのはいつぐらいから思い始めたんですか？それがあのデジャブって雑誌が家に転がって、はいはいはい、はい、80年代から90年代にかけての写真専門誌、伊沢幸太郎さんが編集長だったやつですよね。はい、その風景との対話だったっけな、うん、それを見て写真も作品化できるんだって思ったんですね。だから写真はその何かできるんじゃないかって思ってたんですけど、うん、それを作品としてあの発表してる人がいるのを知らないくて、うん、はい、それが中学生が、うんうん、そこら辺だと思ったんですけど、で作品を作るっていうところに写真を使うっていう感じなんですよね、うん、私の中では、うんうんうん、だからそれを現実的にさせたのがデジャブでした。なるほどなるほど。でも別に写真の学校とか写真の専門コースに行ったわけではないんですよね。そうですね。ただ美大に行けばなんとか、はい、あの探せるんじゃないかと思って、うん、あの私ずっと野球部のマネージャーしてて高校時代。そうなんですか。忙しくてなんか勉強も何もできず。ああ、なるほど。あの美大受けたいけどデッサン の練習もできず。だから大会終わって夏休みからなんか探したら、うん、とりあえずあの芸学系の芸術学とかを勉強できる学科が、うん、あの受験科目、小論文と英語みたいな、はい、そんなあの最小の受験科目で楽じゃんじゃないかなと思って適当に何個か受けて、はい、それで東京造形大に拾っていただいて、うん、それで、そこに入ってもう写真をやりたいっていうのはあったんですね、実は、うんうん、でまあ、写真コースは一応ありますもんね。そうなんですよね。で、あの担当の先生にその方は文化人類学の先生だったんですけど、うん、あの卒業するときに写真で出ることはできますかって聞いたら、うんうん、あもう大丈夫っていうのを言っていただいて、そういうのを本当にあの自由に意思を尊重してくれる先生だったので、うん、すごいラッキーだったんですけど、うんうん、で写真コースの先生に紹介していただいて、うんうん、それが柳本直美先生ですね。それで私はなんかその時もよくわからない写真をいっぱい撮ってたので、うん、あのまとまってはいなかったんだけども、うんうんうん、やっぱり授業を受けてる時間もあんまりなかったですし、うん、自分で暗室入って模索するにも技術的にはすごく、全然なくって、うん、それでとりあえず卒業させてもらった後に、うん、工芸大学がやってるあの写真別科という、うん、1年間であの大体が経験できる、うん、あの科があるんだよっていうのを、うん、細江英子先生とちょっとあの
学芸員実習で行った美術館で細江先生に出会って、うん、そこで教えていただいて、なるほど、清里フォトアトリシアですね、はい、そこで細江先生との出会いがあって、うん、それで相談して、でもう次はもう来年はその別館に行こうっていうのを、ね、決めて、で入りました。はい、工芸大で暗室特訓されたんですか。はい、そうですね、うん、結構暗室やる時間が多くて、うん、まだ全然デジタルの時代じゃなかったので、2001年とかかな、2000年から2001年が工芸大の時代なんですけど、うん、でそこで、まあ、技術的な特殊なことはあまりやんなかった、普通の一般的なことは、うんうん、東京造形大でやってたことと同じようなことだったんですけど、うん、他の人よりも経験があったので、うん、自分がやりたいことを少しできるようになってて、うんうん、それで結構のめり込めることができたんですね、うん、写真に、うんうん、で個展もそこからやり始めて、で撮ってたのがここら辺の、これが作品ですね、最初期の最初の方の最初の、動物ばっかり撮ってたっていう時の、これが、クジラのホルマリン漬け、ね、ホルマリン漬け、ホルマリン漬けなんで撮ることになったんですか。いや私は動物園とかを撮ってて、はいはい、うん、動物園とか、動物の博物館に、はいはい、全国の、ちっちゃいところとか、うん、特に行くと潰れそうなところがまたいい、はい、コンクリの廃れた感じもあって、まあ、うん、で私の好きな雰囲気がいっぱいあったんですけど、うん、その中でクジラ博物館っていうのが、はい、大地、ね、あ、和歌山県のね、クジラ鳥の町ですね。ですです、いろいろ話題になって、いろいろ話題になってる、そこにあるんですね。そこにあって、でホルマリン漬けと出会った。そうですね。生きてる動物もいたんですけど、はい、この写真をやっぱり撮った時に、なんかこう自分の中でこの路線で行こうっていう、うんうんうん、なんか方向性が。これはすごい写真ですよね、なかなかちょっとお目にかかれないっていうか、平面なのか立体なのか、うん、なんか生きてるのか死んでるのか、まあ、死んでるのかなと思うかもしれないけど、何か不思議な妙な奥行きのなさっていうかね、うんうん、不思議な感じの作品ですよね。しかもなんかホルマリン漬けっていうと、写真史的にはやっぱり森山大道さんの最初の ね作品から、だからそれから石倉さんも始まってるってことじゃないですか。ね、だからその下りさっきやってなんかすごいトークの前に、そうだ私もそうでしたっていう驚きを、はい、驚きの瞬間をそうだったんですね。あとなんかホルマリンつながりで言うと猪瀬さんも、あ、そうでしたね。猪瀬さんはまあこれいいか、高校の時に、はい、先生がちょっと教官室に来いと、うん、なんかいきなり呼ばれて、はい、まあ、怒られるんだと思ったんですね、はいはい、私もあんまりいい子じゃないので、うん、で行ったらこれをこの写真集見てって言って、うん、きっと君好きだからっていうのを、うん、なんかいきなり渡されたのが、うん、デジャブの、うん、猪瀬高特集、そうそうそう、はい、持ってます、持ってます、はい、それまで全然名前知らなかったんですね。あ、はい、写真を見た瞬間、この方は本当にすごい、うん、世界観を自分自身で構築されてるから、うん、もう相当年配でもう亡くなってる方だろうなっていうのは、まあ、確かにタイムレスなね感じの、そうです ね、タイムレスですね。しかもデジャブっていう雑誌が金曜社っていう、うん、印刷会社と組んで作ってて、すごいいい紙にめちゃくちゃいい印刷で作ったんですよね。紙がまた、そうそう、だから猪瀬さんのプリントがものすごいこう綺麗にね、ね、表現されていて、うん、それを見たわけですね。
で、それを紹介してくれて、うん、あの平野先生っていうのを紹介してくれて、はい、で、ちょうどタイムリーに翌年かな、あの久しぶりに個展をやるという情報を、うん、私がバイトしていた写真文化館という、うんうん、赤坂にあった、ね、赤坂見附のところね、あそこで DM が送られてたので知って、それ で偶然そこにあの鳥原学さんが、はい、あの猪瀬興さんの展示のお手伝いで、学装をするには、うん、あのここがいいよっていうのをそのギャラリーのオーナーが、うん、あの鳥原さんから聞いて、はい、写真文化館に持ってきたんですね、うん、であのちょうど私がいた時に作品持ってこられて、うん、で採寸してマットその、うん、の注文とかもしてたんで、あのすごいいきなり関わりができてしまった実物と。そうなんですよね。なるほど。で、まあ、本物を見たらやっぱり素晴らしいので、あのこれはちょっとやばいなと。そうですね、猪瀬さんは佳作で有名で、作品なかなか展示ねされないから、すごくいいタイミングでしたね。そうですね、うん、で展示見に行ったのが、スペース工房&友という、うん、今もある、奥のビルという銀座の1丁目にある、はい、古い地下1階のスペースが元お風呂場なんですけど、うん、あそこ あの奥のビル自体も昭和7年にできた、うん、あの元アパートメントなんですね、うん、だから共同浴場が地下にあって、うん、でそこをギャラリーにされてて、うん、あのそこにもう場所も最高なので、私の好きな感じだったん で、うん、で作品がやっぱり猪瀬興さんという、うん、あのまあ、いい影響を受けた作品をそこで見れるっていう、うん、もういい時間を、まあ、2回見に行きましたけどね。でその後そのオーナーの新谷智香さんに、うん、あのバイトをさせてくださいっていうのでそのギャラリーでバイトさせていただくことがあって、うん、というご縁で、展示も2004年にされたと、先ほどちょっとねはご覧に入れた、ね、あの会場写真ですけど、はい、あの場所ですね。そうですね、はい、でこの頃からもうあの作品のサイズとか、うん、本当自分の手の内でできるあの制作サイズっていうのを決めちゃったんですね、うん、だから今デジタルになってもそのサイズが自分の中では自然な形だったんで、うん、今回の展示も、うん、16-20 の角に11-14 のサイズの紙で、うん、展示するっていうので、うん、一点一点をこう、集中して見れるサイズでもあるかなって自分の中に思ってて、うん、で一点でまた完結するような写真をずっと撮ってたので、うん、連作というかね、うんあのうん、っていうのが今でもある作風では、うんうんうん、つながってますね。なるほど。ちょっとなんか一点ずつの写真も、うん見せていいですか、最近のうさぎの、はい、最近のね、2019年ね、これは亀の、仮想風景、亀飼ってたんですね、梅吉くんですけど、ああこれはい、梅吉が燃えてるところ、燃えてるんですね。え、これ開けて見ながら燃えてるんですか。そうなんです、あのたまに空気を入れて火の調整をするときに、最初から写真撮らせてくださいって言って、うん、あのそういうことができる仮想場に行ったんですね、うん、自分の亀が死んじゃったとき、うんね、これはどっかのスキー場かな、これなんかさっきのちょっとイブタンギーとかを思わせるような、うん、私の中で次吉春だった。次吉春これ。なるほどね。
ああ、この背景にね、ちょっと登場人物が登場してね、はい、あのメメクラゲに刺された。そう、メメクラゲですね。そうそう、石倉さんに僕お会いして最初に親近感持ったのが、うん、あのスマホの待ち受けが杉吉春の D さん一家だったっていうところですね。D さん一家の絵がずっとね忘れられなくて、なるほど、待ち受けにしました。杉吉春はやっぱりあのネジ式から入ったんですけど、あのシュールさっていうのは自分の中で、うん、あの大好きな世界観が、うん、あのああいうアングラな、うん、あの媒体で見れるっていうのが、うん、もう最高だなっていうのが、うん、僕もです。でも年齢的には僕の先生上なんで遅れてきたアングラじゃないですか。私もちょっとね、まあ、僕も遅れてるけどもうちょっと早く生まれたから、ね、そうです。もうちょっとリアルタイムで見れたら、うん、人生楽しめちゃうんじゃない、ね、でも不思議な作品ですよね、石倉さんね、どれも。この、なんかこのウサギの写真大好きなんですけど、なんかもうじっとずっと見てたみたいな。なんかウサギを超えたウサギみたいなね、超ウサギみたいな感じです、うん。耳がまた短いんですよ、ね。耳がね。気持ち悪いんですけど。うん、惹かれますね。風景があったり植物が、ね、あったり、はい、この時は結構風景を取り入れるのを意識的にして、うんうん、ノスタルジックな部分も結構意識してましたね、うん。まあ、現実を前にして、まあ、カメラっていう機械を通すとしても、そこからどうやって現実じゃない抽象的な世界に行くか表現するかっていうのが難しいんじゃないかなって思うんですけど、そういうのってその制作してる石倉さんとしてはどういう意識なんですか、撮影する撮影場所を選んだり撮影したりするときっていうのは。あの例えば旅に出て撮ってる写真が今の時代は多かったんですけど、はい、旅先はもう本当にきっかけは何でもよかったんですね。だからあの毎年この時期3月の、1日から14日までの間って奈良であのお水取りっていうのを、うん、シュニエっていうのをやってて、東大寺ですね、はい、あの火を松明を、うん、二月堂っていう東大寺の結構、うん、あの高台にあるお堂からあの松明の火をこうバサバサして、はい、バサバサするのは蓮行宗っていう修行をしている人たちの足元を照らすために火をつけた松明の火の粉を散らすことなんですけど、その行を見てあのまあ お坊さんたちは民衆の結果を代表してやっていただいてるんですね。でこれを、まあ、旅のきっかけにしようってあの中学生ぐらいかあの母が連れてってくれたのがきっかけだったんで、うんうん、結構頻繁に行って、それを、見るというか、まあ、拝むって言っていいのか、はい、まあ、そこにいる時間をすごく中心にして旅に出て、うんうん、それで関西近辺を一人旅に行くっていうのを習慣化したんですね。うん、ああ、なるほど、習慣化。そうか。うん。大人になってちょっと一種のシステムみたいな、もう作品作りのためのシステム一個作ったと。そうですね、うんうん、必ず旅に行くきっかけを、うんうん、そのお水取りきっかけにして、うん、だから関西圏が多かったんですけど、はい、その探す場所っていうのは、私の祖父が、三重県出身なので、うん、あのやっぱり関西に行くと自分の中ではあのなんか戻ったような感覚があるんです。なんかそういう回帰するよ、いろんな記憶みたいなものとも結びつくみたいな、うん、じゃないかなと思って、うん、私の、うんうん、あの生活圏は全く関西はなかったんですけど、うん、おじいちゃんが生まれ育った場所ってだけなんだけども、そこだけをきっかけにして自分自身があの
ここにこう DNA があったから今生きてるっていう感、なんかつながりを勝手にこう解釈して、おじいちゃん の, あの、住んでた場所も行きましたし、あ、だからもうクジラはそこが近いですよね。あ、そうかそうか、そういうつながりもあったんですね、うん、場所がつながってて、うん、あとは、海っていうのも、うん、その祖父が、うん、漁師もしてたということで、あの山も好きですけど海の方が自分の中ではあのすごく自然な風景だったりして、まあ、漁師をしてる現場を見たわけではないんですけど、やっぱりそういうのを聞くと自分に何か関わりがあるような気になるので、強いつながりを感じますね。なるほど。なんか脳の頭の中にどっかにあるイメージみたいなものがなんか忍び込むっていうか、うんうん、あるんですかね、やっぱり写真って、うん、なんかありそうな気がします、うん、どっかにこう残像みたいなのを残して何かものを見てるようなところも多くあるので、うんうん、そこに持ってくための題材を写真で撮るっていうのは、うんうん、あの多くあると思いますね。なるほどね。きっかけとしてなんかいろんな縁があって、それを引き寄せるよう、ね、それをたどるようにしてこう作品をお作りになってて、だからその一つの場所として今展示してる寄り道があると思うんですよね。うん、そうですね。うん、だから縁を感じる場所と、うん、そこにいる自分自身の、まあ、生きてる実感みたいなのは、うんうんうん、感じながら撮ってましたね。うん、でもなんか生きてる実感と言いながらどっかあの世に繋がってるような不思議な感じもありますよね。あの旅に行くと初めての風景なので、何でも素敵に見えちゃったりして、はいはいはい、あと特徴のあるものを撮ってたりするんですね、うん、光とかも。ただ今回の寄り道ってあのずっと見てる風景で、うん、当たり前のものをあえてこう写真にするっていうことが今までやってこなかったので、うんうんうん、どう自分の中で解釈してそれを写真にしたいと思うのかなっていうのをやってみたかったっていうの、うんうんうん、そうすることで日常をこう客観視するっていうところにもなるし、当たり前のものっていうののやっぱり尊さっていうのをあのすごく感じたい欲求があったんですね。それやっぱりあの亡くなった人たちを思うことでもあったので、うん、今自分が認識しているものがあのどんだけあるのかなっていうのを、うん、あの撮りながらあの自分が死んだ後もこれをきっとどっかで、うん、頭の中に思い浮かべんじゃないかなとか、うん、死んだ後もそうそう後がない派ですか。え？ちょっとこれ今日あの見せ僕ねこの写真がすごい好きなんですよ。でこれなんでかっていうと、うん、あのまあ他の写真は基本的にお店の中を撮ってると思うんですけど、これ外ですよね。外から、ね、そう外から中を撮ってて、だからこの外から見てる人っていうのはこの世の人じゃないんじゃないかなと思うんですよ。そうです、うん、そう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 、この意識はこの写真をここに持ってきたのは、うん、大きかったです ね。だからってことは石倉さんの作品っていうのはどっか無認証っていうか、その一つの自分確固たる自分がいるその主観的実存的な作品っていうよりはなんかある時自分じゃない離れて撮ってるみたいな感覚がある作品じゃないかなと思って、うん、それがなんかやっぱりその生きてる時間とかあの世とこの世とかなんかそういうものを超えていくような境界線を向こうにしていくようなところがあるんじゃないかなと思って、これはその象徴的作品だなってちょっと思いました。これ誰だ、誰が覗いてるんだっていう、なんか石倉さんが覗いてるんでしょうけど、うん、そうじゃないように見えるんですよ、感じるんですよね、うん、それ面白いな。選んだ時はまさにそんな感じで思ってました、ね、面白いなと。で、まあ、そろそろなんか時間もいい感じなんで、あの見ていただいている方が20人ぐらいいらっしゃるのかな、今。多分。ちょっと今少なくなった。少なくなった。はい。なんかあの、
せっかくなんで、質問等あればと思うんですけど、チャットの方に何か質問入れていただいたらこちらで読み上げますけど、どうですか？質問、感想等。今日も結構この寄り道の常連さん来てくれて、あ、本当、そういう人たちがどう見るのかなっていうのが、興味深くて、うん、写真やってる人はほとんどいないですけどね。うん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 、なんか言ってますか？あの、これあったんだとか、そういう気づきもあったみたいだけど、うん、あの、そうですね。なんかね、写真にするとこう見えるんだっていうところを言ってくれたあの若い子たちがいて、なるほど、すごく嬉しかったですね。うんうんうん、なんか意外と慣れてて気づかないもんかもしれないですね、うんうん。で、質問あったんですけど、旅は海外に行くことはないのですか？国内だけでしょうか？はい、日本だけですね。はい、あの、そのやっぱきっかけが、あの関西圏内とか、うん、あとは、あとね、私、温泉が好きなので。あ自分の欲求に忠実に満たしながら。なるほど、はい。でも全然海外で撮ろうって気はないってことなんですか？ないですね。旅行にも行かないですか？旅行は学生時代行ったぐらいで、徹底してますか？あの、興味が湧かなくて、ただ東ヨーロッパエリアは好きそうだよっていろんな人に言われるんですけど、まあ温泉だったらハンガリーありますもんね。うんうん、あとまあ北欧ですね。あと台湾にも日本に開発した。台湾と行ってみたいのはちょっと藤岡さん。あ、はい、藤岡彩さんね、この前の展示ね。写真見てものすごく思いました。日本の残像がなんかあんなにも濃く残ってる時代と、うん、あと今の写真とあの、まあ、混ぜて展示してたのが。うんうんうん、あの、あんなに混じるんだって面白かった。それは多分作家性も多くあると思うんですけど、うんうん、台湾にちょっとここ興味あり。興味あり。あと、絵画に影響を受けたお話をされていましたが、カラーで撮りたいと思うことはないんでしょうか？はい、ないですね。はっきりしてますね。モノクロですね、ずっと。迷ったことないですか？やってみようかなと。全くないですね。あの、フィルム、一番最初はカラーだったんですよ、小学生の頃は。はいはいはい、だもっと抽象化したいっていう、削ぎ落とした世界と、うん、光と影の世界の、その、単純化して見えてくる、うん、あの、多層の、あの世界観が、やっぱりモノクロしか私の中では、うん、あの、ドキッとしないんですよ、ね。カラーだと、ちょっと生っぽすぎて、うん、あの、ないですね。面白い。はい、そんな感じですね。他に質問大丈夫ですか？会場にいる人大丈夫ですか？はい、どうぞ。2つのカメラを使われてるということなんですか？1つのカメラにピンホールのやり方が2つ。そうですね。あの、デジカメ1台持って、あの、ボディキャップに穴開けたやつも持って、それで、あの、まあ、最初はレンズついた状態で撮るんですけど、あの、その酔っ払って重くなるので。レンズがね。レンズが重い。で、レンズ外してボディキャップだけにすると、急に軽くなります。それで、適当に撮るんですよ。で、そこに無意識もあったりして、あの、見たことない絵をやっぱり小学生の頃と同じようなものを行動をして、それで翌日、あの、酔いの覚めた時に見ると、あの、びっくりするんですよね、うん、あの、覚えてないものと、うん、あの、認識してるのに見えこんな感じなんだっていうのと、からその驚きが混ざってるのが面白かった
うん、2つの方法にとってました。だってあのピンホールってことはかなり露光時間が長くなるから。そうなんですけど、その時ファインダー覗いてんですか？ファインダー覗いてもうっすらとしか像がないので、はい、大体の画角がここら辺かなっていうのを覗く程度で。そうか一眼レフだから、うん、あのそのピンホールの光しか見えないわけだ、うん、ファインダーの中も、うん、なるほど。 0.02 ミリの穴 で焦点距離も50ミリぐらいなんですね、うん、あの穴から撮像素子の距離ですから、うんうん、はい、結構寄りなんですよ、うん、あの一眼レフのピンホールって、うんうん、だから意外と、ね、広くないので、うん、あの見えてるものがこんなあのそうアップなんだなっていうのが、うん、あの意外なんですけど、あとデジタルだと感度を、ね、上げられるから1万以上にして、うん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 、あ、そうかそうか、それでかなりノイズを強く出して、あえてその流浄性みたいなのを出したら、うん、フィルムの実演に近かったんで、それは好きな感じなんですね。増感の感じとか、森山さんの写真の増感の感じもすごい好きだったし、うん、ちなみにちょっとじゃあ一点だけ、うん、志倉さんのどうだっけ、さっきのそれですよね、ちょっと待って、これもでしょ。あ、それもですね、うん、あのあれもさっきのなんか、あれ、なんだっけ、これとか。あ、そうですね。はいはいはい。そうそうそう。これは、あの、酔っ払うと大体天井見てるんですよ。あーって。でも、あの、鈴木清さんの写真の中にちょっと似たようなカットがあって、はいはい、あの、結構あの見ちゃってですね、うん、展示前に鈴木清さんが。はい、毒された部分が毒された魅力的だ。なるほど、うん、はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、え、終わったかな、みんなこれで。はい、じゃあ質問も大丈夫みたいなんで、こんな感じで、はい、ありがとうございました。で、展示は、4月6日土曜日までやっております。このアーカイブも皆さんいろんな人に紹介してください。はい。よろしくお願いします。とても素敵な展示なんでありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。